はい、覆面講師の友博です。よろしくお願いします。ということで、今回も引き続きかげろう日記で、前回お話ししたように、この道綱鷹を放つの部分、一応商談としては89段という形に、はい、なっていますので、はい、その部分を、はい、音読していきたいと思います。はい、前回お話ししたように、あの椅子がギシギシ言って申し訳ないです。はい、というあとプラス、一応きちんと朗読音読するつもりではいますが、使えたりとか、はい、噛んだりとかしたら申し訳ございません。先に、謝罪しておきますので、はい、お許しいただければと思います。はい、ではいきます。はい、勤めてはものすべきことのあればなん、今、明日、明後日のほどもなどあるに、まこととは思わねど、思い直るにやあらんと思うべし。もし、はた、この度ばかりにやあらんと試みるに、ようようまた引かず過ぎゆく。さればよと思うに、ありしよりも、けにもぞ悲しき。つくづくと思いつづくることは、なお以下で、心として死にも死にしがな、と思うほかのこともなきよ。ただこの人、この一人ある人に思うにぞ。いと悲しき。人なして、後ろ安からむ目などに預けてこそ、死にも心安からむとは思いしか、いかなる心地してさすらえむずるらむと思うに、なお意図死にがたし。いかがわせむ形を変えて、よう思い離るやと試みむ。と語らえば、まだ深くもあらぬなれど、意味重さりさくりよ、さ、ごめんなさい、意味重さくりよりもよよと泣きて、さなりたまわば、まろも奉仕になりてこそあらめ。何せむにか、世にもまじらわぬ。とて、意味じくよよと泣けば、我も、え、せきあえねど、いみじさにたわぶれにいいなさんとて、さて、たかかわではいかがしたまわむずる、と言いたれば、やおら立ち走りて、しすえたるたかをにぎり放ちつ、見る人も涙せきあえず、まして、日暮らし悲し、心地に覚えるよう、争えば思いにわぶる雨雲に、まずそる高ぞ悲しかりける、とぞ。日くるるほどに踏み見えたり、天下空ごとならむと思えば、ただいま心地あしくてあらば、あ、ごめんなさい、心、ただいま心あしくてあれば、とてやりつ。はい。というのが一応本文になってます。はい。ということで、すごくわかりづらいんですけれども、わかっていただけたでしょうかっていう感じですね。ごめんなさい、僕の読むところとかも少し、はい。つっかいだったりとかしたので、はい、申し訳なかったんですが、はい、これが一応本文なんですけれども、まあ、どんな話かというと、出だしから本当にこれ分かりづらいんですよね。勤めてはものすべきことのあればなむ、今明日明後日のほどもなどあるに、まこととは思わねど、思い直るにやあらむと思うべし。何のことやらさっぱりっていう
これ直訳しただけで本当にわからないですね、はい、正直僕これ直訳だけすると本当にわかりづらいなと思っちゃったんですけれども、はい、なのでそこの部分も含めて少しお話を次回以降でちょっとしていきたいのかしていきたいと思いますというか先に言っちゃった方がいいですかね。はい、じゃあ直訳するとっていうところでいっちゃいましょうか。はい、すいません、ちょっと時間があれですけど、はい、直訳します。何も、補充せずに直訳すると、早朝はなすべき用事があるのですぐまた明日か明後日のうちにもなどというので、本当だとは思わないけれども機嫌が治るかもしれないと思っているのだろう、もしかしたら最後になるかもしれないと思って様子を見ていると次第にまた日数が重なっていく、やっぱりそうだったのかと思うと以前よりもずっと物悲しい。でつくづく思い続けることは、やはり何とかして死んでしまいたいと願うよりほかないけれども、ただこの一人っ子の道綱を思うのことを思うととても切ない。一人前に育て上げて、安心できる妻に任せてこそ心安らかに死ねると思うが、このまま死んだらどんな気持ちで拠り所もなく暮らすのだろうと思うとやはり死にきれない、はい、でどうしよう、一歳余になって執着を断ち切れるかどうか試してみようかしらと相談すると、まだ深い考えはないのだろうかしゃくり上げてひどく泣き、母が、まあ、さり玉川なのでまあそのようになさるのならばがあれですけどですね、そのようになさるのならば、私も、そうになりましょう、なんで私だけ世間で暮らせましょうとまた声を立てて泣く、私も涙をこらえきれないがあまりの深刻さに冗談に紛らわせようと、それではたかが買えませんよどうなさるのというと、おもむろに立ち上がって走っていってつないであったたかをつかんで離してしまった、はい、で、見ている人も、まあ、この場合は次女って、この次女ですね、お使いなさっている方たちですね、はい、次女、はい、次女も次女たちも涙をこらえきれない、まして、自分自身は、一日中悲しいで心の中で思うのはというので歌に入りますね。で歌が争えば思うには思いにはぶる雨雲にまずそる高ぞ悲しかりけると言っているので、まあ、旦那さんとの争いごとに悩んでて、雨になろうかなっていうふうに子供に打ち明けたら、子供がまず、鷹を放ってそうになる決心をするっていうことは、なんて悲しいことだろうということですね、はい、で日暮れの頃、手紙が来た、また嘘ばっかりなことなんだろうなっていうふうに思うと、今は気分が悪いのでと言って、やりつって言ってるので、これは使いあの、まあ、手紙を送ってきた金家が手紙を送ってきた、文の使者を返したっていうことですね。やりつっていうのはそういうことだというふうになってます、はい、なのでこれ主語とかを省略すると結構本当に分かりづらいので、はい、一応今、直訳的な感じで訳してしまいましたけれども、そんな感じだというふうに思っていただけたらというふうに思います、はい、ごめんなさい、またというふうにっていうのを多発対応してしまいましたけれども、はい、これぐらい、主語を省略すると本当にこのかげろう日記分かりづらいので、はい、なのでまた、次回人物関係とか、はい、その辺も
含めてお話をさせていただきたいというふうに思います。はい、ということで今回は、ちょっと使いながらの音読、はい、本文の音読と、一応そのまま、直訳の感じで現代語訳をしてみました。はい、ので、少しでも話入ってこなかったけど、ああなんかそんなこと言ってんのかなっていう、なんとなくでも、はい、触りが、はい、ちょっとでも分かっていただけたら、高評価と、チャンネル登録、はい、もしよかったら次回以降も続きますので、見ていただけると嬉しいです。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、最近ずっと言ってますけれども、ツイッターのアカウントの方も概要欄に載せてますので、そちらの方もフォローしていただけたりすると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。